えっとまあ、ウェブ夫妻はあんまりちゃんと書いてありませんけど、そのビアトリス・ウェブ、奥さんの方がすごい金持ちで、で旦那の方はまあ中,中の上ぐらいの人で、多分、ベバリジもそのぐらいの階層の人だと思いますけども、あのビアトリス・ウェブが一番金持ちですね。で、そ,その人がそのお金を出して、フェビアン教会と労働党を作ったと。 でフェビアン教会ってのは、まあ、共産主義とかじゃなくて社会民主主義ですね、うんあの。議会制度を通じて社会を改革しようと。あでベアトリス・ウェーブはあのチャールズ・ブースもいとこの旦那かなんかで、だからそのブースの,あの調査に参加して社会学を学んだと。であとそれからあの金持ちですから、あの前出てきたのスペンサーを家庭教師に雇って、 スペンサーから社会学を学んで、だけど結局スペンサーとはあの考え方が違うわけですね。単なる新観論ではあの社会改革にならないので、それがまあそブースの調査にこう参加したことでこう社会問題にこう目覚めていったと。まあ、そのブースのロンドン調査っていうのは有名で、それからローントリーのヨーク調査ですね。あちなみにこの章の,のウェブ・ウェバリージ路線は、福祉社会学の え歴史というか福祉社会学の授業では必ず出てくるんですが社会学士の授業とか社会学士の本でここまで詳しくこのような項目が取り上げられるのは稀というかこれはだから高藤先生の社会学の理解ですねあの私の理解というかあの私が社会学の歴史を書くとしたらこのぐらいこれを取り上げたいと思いますけどあまりその一般的典型的ではないということですね。 403ページにそのローントリーがどういう調査をしたかってことが書いてあって、これはまあその福祉社会学的には非常に重要なことで、ブースの場合はその学区委員から聞き取りをしたのに対して、ローントリーはその調査員を直接家庭に派遣して面接調査をしたと。で、貧困線、403ページの後ろから6行目のところですね、貧困線というのを見出したと。最低生活水準 というのをそのどこからあの収入がどこから下になると絶対的な貧困というような基準をこう見いだしたわけですね。でそれはそのライフサイクルとの関係で決まってくるんだと。だから人生であんまりあの独身の時とかはあんまりお金がいらないけど結婚して子供ができてっていうとだんだんこうあの生活費が必要になってくるとかっていうそういうライフサイクルによって。 変わわってくるわけですねそので年を取って働けなくなれば貧困に陥る確率が高くなるとかっていうようなことをこう明らかにしていったんだけどでそれから404ページのボーリーって人僕知らなかったんですけど、まあ、統計学者これはこれで一理あるというかですね404ページの後ろから7行目ぐらい、えー、その官庁統計でかなりいけるんだと入手可能な膨大な統計データを えもしも知的なやり方で活用すれば、その新しいフィールド調査なんかほとんど必要ない。私、割とこれに賛成で、なんかそう社会学が必ず足で稼いで、あのインタビューとか、あの現場に出て調査しなきゃっていうのは、まあ、それはその通りなんですけど、官庁統計も見ないで現場に行ってもダメですっていうことですね。つまり、あのちゃんと下調べをして、対象はどういう文脈の中にあるんだってことを分かってから、 まあ、あるいは分かると同時にあるいは逆でもいいんですけどねその探索的調査を現場でやってこれはどういう意味なんだろうっていうふうに疑問が出てきたらそれをその艦長統計で調べるとかっていうことでもいいんだけど、まあ、今だったら艦長統計だけじゃなくて、えー、そのデータアーカイブにあるようなその二次データですねあの他の人がやったアンケート調査とかも利用できるようになってるのでそういうのトライアンギュレーションっていうんですけどなんか自分の一つの方法で対象を明らかにするんじゃなくて 多元的にです、ね、その館長統計であの場面設定をしてでその他の人の2、えー、次分析あのデータの2次分析もしたりとかで自分のアンケートとかインタビューとか、えー、それを組み合わせて使うっていうことが大事ですそうすると立体化することができるとで404ページの後ろから5行目も大事なことが書いてあって知るに値する事実とは何であるかということを正確に定義し、えー、それを確かめる方法を暗出すれば 社会学的測定の課題の半分は達成されたことになると。うん、まあ要するにこう、やみくもに現場に出て何,何,何も目的なしに聞いて回れば社会学になるわけではなくて、えー、そもそも何,何を目的に、えー、何のために研究するのかということを考える。まあ、それも 調査する前に考えてもあ,あ,のあんまり思いつかないことも多いので調査しながら、えー、やりながら考えるんですけど考えながらやるっていうかさ作戦変更しながら、えー、考えていくことが大事だなと思いますねはいだからボーリーはそんな有名な人じゃないんですけどまあ,あのついでにそういうふうに思いましたので追加しておきます407ページにまあこの 高藤先生には都合のいいことに、えーと、そのベバリジ報告の中にその大西洋検証に対する言及があると、大西洋検証の、えー、言葉を好意に移し替える、えー、ための報告書なんだと、えー、いうことが書いてあり、ケインズプラスベバリジイコール福祉国家とか言って簡単に授業でもしゃべっちゃうんですけど、あのベバリジ自身は福祉国家っていう言葉は使ってないし、あんまり好きではなかったと、えー、いうことですね。 408ページの後ろから4行目に、えーと、ドイツ語でこの福祉国家っていうと、ボール・ファール・スタートっていうことになるんですけども、これもドイツ語でもこの言葉は嫌われてると、使われない、ドイツ語であの今日、その福祉国家っていう言葉を言い表すのは、社会国家って言いますよ、だからボール・ファール・スタートっていうと、なんか悪口になるけれども、ゾツヤル・スタートっていうと、いいことのように聞こえるというようなことがあります。 409ページにあのベバリージの生い立ちみたいなことが書いてあり、オックスフォード大学のベイリオルカレッジっていうあのところ、あの僕も行ってみたことはあるんですけど、観光客として行っただけで別に勉強しに行ったわけじゃないんですけど、まあ、カレッジがあって、えー、そこでそのアーノルド・トインビーっていう、まあ、歴史家であり、哲学者、思想家ですね。 産業革命についての本を書いたので有名なんですけども、そのトインビー・ホールっていうのを作って、えー、セツルメント、まあ、非常にいい,い,いい人だったんですね。<laughs> 当時の,そ,の、えー、とそれこそアダム・スミスとか、えー、ミル・マーシャルの路線で、まあ、ミル・マーシャルは結構社会主義的でもあったんですけれども、そのまあ、要するに市場メカニズムで何でもうまくいくんだっていうのからが、まあ、疑問が出てきたわけですね、1880年代ぐらいになると。 ベイリオール・カレッジで一番有力だったのはそのベンジャミン・ジョエットっていうその思想家がいたんですけど、まあ、そ,のそこら辺で話題になっていたのは何かというとヘーゲルですね。市場メカニズムみたいなものではなくてもうちょっと国家とかです、ね、社会とかそう,そういうことがあの考えられていて、まあ、ドイツの影響も非常に大きくて、えー、そういう中でそれまでと違うその社会の捉え方をしていかなきゃいけないんじゃないかっていう。 だけど、アーノルド・トインビーは30歳ぐらいで死んじゃうんですね。その精神的影響があのその後の世代の人に残って、いろんな人に影響を与えた、その一番代表的な、えー、人物がそのベバリッジであるということですね。でベバリージがその 410ページの最初の辺ですかね、そのベイリオールカレッジの学寮長の,その卒業式の祝辞に感動して、えー、そういう仕事についていったと、うんえー、それはなんか <laughs> 感動的に書いてありますね。410ページの,そのお母さんへの手紙っていうところ、つまり人間社会について何事かを知り、その機構の一部となって働くっていうことが私の理想なんだというようなことが書いてありますね。だからなんか社会 社会っていうのをまあただ分析するだけではなくてあのそれをこう自分で作っていくんだっていうイメージですね。でその社会の中にはあの普通の社会学者が思う社会とは違ってそこに国家も経済も入ってるわけですね。ポリスはだから政治的共同体ですよね。ボランティアだけしてりゃいいんじゃなくて自分で官僚になって国家機構も改造していくしみたいなそういう社会を作っていくっていうそういうイメージですね。 まあなんかすごい大活躍でジャーナリストになったり官僚になったりまあこの辺はそのチャーチルとの出会いとかですねえいろんなことがあってそのえドイツに視察に行ってそのまあドイツはあの先にその社会保険を作ってたのでそれをこう学んできて414ページ15ページ失業についての研究をして要するに失業っていうのは単にこう貧困貧しい人の社会問題 っていうんではなくて資本主義まあ資本主義って言葉は使ってませんで労働市場、えー、産業上の問題なんだと失業者の問題ではなくてその社会のメカニズムの問題なんだからその社会のメカニズムに働きかけていかなきゃいけないと職業紹介状を作るというのがその解決策だったわけですね職業紹介状自体がその、えー、ベバリージの アイディアまあどうかなその前に例えばフランスだったらそういうのがあっただろうしドイツにも似たようなのがあったと思うので、まあ、全くオリジナルにベバリッジが1人で思いついたわけではありませんけどイギリスの文脈ではあのベバリッジの発明ということになってるわけですね。 415ページのところで第一次大戦のところ時にはその食糧省というところでその配給制度を作るとかですね、まあ、だから単なる学者じゃなくてこうあの分析もするけども、えー、制度設計もして実際に官僚となってその制度の運用もするというようないろんな経験を積んだ上でベバリジ報告を書いてるわけですね。 うことでさっきの,そのお母さんへの手紙でその社会をこう知るとともにその社会をこうそ,のその一員となって社会をこう作り上げていくっていう自分の,その理想を語ってたんですがそれをこう社会全体としても人々がそのその社会を作ることにこう参加できるようにするためにその資源を与えるというようなことですね。 417ページのベバリッジ報告の,その社会保険および関連サービスという本が一番有名なんですけれどもそれだけじゃなくて3部作として1944年に自由社会における完全雇用と48年にボランタリーアクションという本を書いてこれが3つでセットなんだということですね社会保険および関連サービスベバリッジ報告はその社会保障制度のデザインを書いているので だけど社会保障だけでは、つまりあの困った時にお金がもらえるっていうだけでは、えー、成り立たないんで、働く能力があっと意思がある人がちゃんと、えー、仕事に就けるという状態を保障しなければ世の中うまく回っていかないんだっていうことで、完全雇用ですね。これはまあ,あのケインズの考え方とも親和、えー、的なんですけれども、あもちろんベバリージはケインズ友達だったわけですけれども、うん、だから完全雇用プラス社会保障。 でセットでで国家というののが普通の理解ですねでだけではなくてボランタリーアクションボランタリーアクションっていうとボランティアのことが書いてあるんだろうと思うかもしれないけど大半はそうではなくて友愛、えーまあ、組合とかですね共済組合とかあの民間の,あの人々の,その,あの保険制度みたいなことが書いてあるので、えー、必ずしもそのあの ボランティア活動のことあの、日本語で普通思い浮かべる、そのなんか奉仕活動みたいなことが書いてあるわけではないんですね。サービスに関してはボランティアでみたいなことが書いてあるわけでは決してありません。で、それとの関連で418ページに、その社会サービスっていうことの五感ですね。サービスっていうのは奉仕なんですね。神への奉仕。あだから、教会でサービスっていうと、まあ、ミサのことですよね。神への奉仕。 だからソーシャルサービスっていうのは1930年代の五感では社会奉仕と訳すべきであってなんか社会サービスっていうとなんかサービスしてもらえるのかみたいな感じでもらう方で考えますけどそうじゃなくてむしろ我々が社会に奉仕するっていう方向ですねなんですがその後の展開から言うとそのベネフィットとサービス給付もサービスだとか言われるとちょっとええって感じなんですよね給付はお金サービスは現物 例えば医療とか教育とか住宅っていうのがサービスであって年金とか失業手当はベネフィットですね給付っていうのが普通のあの社会政策用語ですねだからそれをそれも全部合わせて社会サービスと言えるのだっていうのはちょっとこう江藤先生の解釈入ってるっていうか。 まあ、あるいは192030年代の五感ではひょっとしてそうだったのかもしれない思想史的にはそうだったのかもしれないんだけどそれはもうちょっとちゃんと精査する必要があって今の普通の,あのイギリスの社会政策社会行政用語ではベネフィットはお金サービスは現物っていうのは明らかですのでちょっとこの辺はミスリーディングだなというふうに思いますね418ページの後ろから5行目ですね 故障はそれが国家にだから社会的っていうのは、福祉社会学用語ではユニバーサルカバリージって言いますけども、その普遍的な適用ですね。国民みんなに適用されるっていうことですね。そうじゃないと社会的とは言えないのだ。だから社会保険のカバリージが、例えば20%とかっていうのは、語義矛盾なんですね。この,この文脈で言うと。 社会的かどうかを決める基準は、えー、保険を供給するその主体が国家かどうかとかそういうことではないんだとい、えー、うなるほどだから社会全体がカバーされているかどうかっていうことが社会という名乗る資格なんだっていうのはその通りだと思うんですね。419ページの真ん中あたりにその社会の捉え方がそのライフコースで捉えるようになっていると。 だから普通、社会学、今までの,あの登場した社会学者であれば、社,社会っていうのはまあ空間的なイメージで捉えられている、コミュニティとかですね、なんだけど、この社会保険とかあるいは福祉国家の文脈で言うと、社会というのはその人々の人生の束なんだと、えー、なるほど、あのそういう捉え方、まあ、家族社会学とか福祉社会学ではそういうふうに捉える傾向があるかなと思いますね。そのような捉え方 まあ、どっちが正解っていうんじゃないんですけどそうそう、そういう捉え方が非常に必要なんじゃないかというふうに思います。ライフコースの社会学、はい、それから、まあ、ちょっとこの辺、なんか、福祉社会学の話題なので、細かくなりすぎるかもしれませんけども、419ページの後ろから3行目ですね、このベバリッジの友達のルエリン・スミスという人がいて、階級の観点よりも時間の観点からの再分配が必要なんだと。 えいうふうふに言ってるとだこれは時間の観点っていうのはそのライフコースの視点が入っていて、つまり現役世代から引退世代へ、高齢世代へとかですね、つまり自分が自分に、若い時に働いて保険料を払って、年を取ったら自分が年金をもらう、だから人からもらうんじゃなくて、自分が払ったものを後に自分でもらうってうそういうイメージです。自、まあ、自分分ってていうだけじゃなくて、まあ、自分たち あの自分たちが現役時代に払ったものがあの年を取ってから自分たちがもらうっていうだ自分一人じゃ個人じゃないんですけどもでそういうのがその時間の観点からの再分配っていうふうに言っていてこういうのを普通水平的再分配っていいますね。それに対して階級階級っていうのはつまり金持ち階級が貧乏な階級に、えー、プレゼントするっていうそういうのを垂直的再分配って言いますね。 福祉国家がやってるのは、その垂直的再分配もやってないわけではないけれど、そのメインのパートはあの水平的再分配なんだと。えー、だからベバリジー報告で書かれているのはそういうことで、その水平的再分配をちゃんと完璧にやれば、垂直的再分配はそれほど必要なくなるんだと、そういう理解ですね。それが実際に実現したかどうかはまた別として、そういう考え方でやっている。 423ページの後ろから6行目にナショナルミニマムっていう言葉がありますね。これはナショナルミニマムっていう言葉を作ったのはあのベバリージではなくてウェブ夫妻ですね。特にあのベアトリスの方ですけれども、要するに国民の最低限保障されるべき生活水準というのがあるんだと。それをちゃんとその制度で保障しなきゃいけないっていうことを最初に言ったわけですね。でそののウェブアアイディアは 日本国憲法25条にも書かれているわけです。で、だからミニマムなんですね。完璧に100%国家が生活を面倒見てくれるとか言ってるんじゃなくて、基本的な部分だけを保障します。あとは皆さんの自由です。そういうふうに言っていて、あちなみにだからベ、ベバリージ報告は実はあのイギリスは日本は敵国なんですだったんですけど、戦時中に、あの、 えー、もう届いていて、あの大河内和夫とかは戦時中から、そのベバリジー報告を読んでたわけですね。で、戦後になって、その大内平栄っていう経済学者が、社会保障制度審議会の会長になって、えー、社会保障の、まあ、報告を出すわけですね。で、その考え方はほとんど、ここに書かれているようなあの、ナショナルミニマムの考え方を打ち出しているわけです。 まあ、ボランタリーアクションでそのちゃんとその収入を保障すること所得を保障することによって人々が余裕を持って暮らせるようになって余暇を活用するとでその余暇時間を使ってボランティアをしてくれる429ページの3行目ですね一つが相互扶助一つが博愛であるって書いてあってこれは これだけ聞くとなんか社会学的抽象概念のように感じるかもしれませんけどこのベバリッジのボランテリーアクションで言ってたことは別にベバリッジが頭の中で考えたことではなくて当時イギリスで実際にやられていたことなんですね。相互扶助っていうのはあの要するに共済組合とか友愛組合とかつまりあの保険料掛け金を払って病気になったりしたときに 給付をもらうっていう、そういうことを国に頼らずに民間でそういう保険共済組合を作ってやってたっていうのが相互扶助ですね。あの、ミューチュアルエイド。それから博愛っていうのはチャリティーです。だから事前と訳せばいいので、まあ、要するにこれ。これこそまあ、ボランティアで、うん、あの貧しい人のためにこう抱き出しをやったり訪問したり、その生活のアドバイスをしたり、えー、そういうまあ、ソーシャルワークのもとになるような。 活動が19世紀からずっとやられていたことを指して博愛と言ってるのであって決して。なんかあの抽象的な社会学概念ではないです、ね。ボランティアアクションに書かれているのは、そのボランタリーオーガニゼーションのことだ。民間非営利組織のことが書いてあるんだうん、うん、ということですね。だから、単に日本の五感におけるボランティア活動について書かれているわけではないです。 4 31ページの真ん中あたり、社会保障計画の目的は、欠乏の廃絶を通して、自分の力量に合わせてサービスを提供する意思のあるあらゆる市民がいかなる時にあっても、自分の責任を果たすのに十分な所得を持つことを保障する、まあ、ちょっとややこしいですけど、要するにお金をあげるから、あの皆さんがちゃんとその社会に貢献してくださいと、皆さんが社会を作るのですそういう理解ですね。これはまあ最近のベーシックインカム論とも なんとなく響き合うところがあってベーシックインカムっていうのは単にみんなにお金をくれるっていうだけじゃなくてどういうふうに貢献するかはその人それぞれにみんなにあの一人一人に任せるけども何らか社会に参加して、えー、なんか有意義な活動をしてくださいとあの別にボランティアでもいいし なんか売れないバンドを作って音楽をやってもいいし別に家の中で哲学を考えててもいいんだけどもなんだかその社会に参加してほしいとそういう社会を作り上げる主体になっていくと、えー、そういうエンパワーメントなんだってこういう発想ってなかなか日本で出てこないような気がするんですけどなるほどなっていう感じがします。ページの 4行目あたりもそういうことが書いてあって、そのあのさっきのベバリージのお母さんへの手紙に書いてあったことですね。社会をその人間として生きるに値するものにしていく、その社会を作り上げていくことなんだということが強調されています。LSE 的文脈で言うと、ソーシャルポリシーアドミニストレーションというのが一つですね。もともとはソーシャルアドミニストレーション、社会行政学だったんです。でそこに あのソーシャルポリシー。まあだから今,今ではそれをあのソーシャルポリシーって言ってますね。で、ソーシャルポリシーアドミニストレーションっていう有名な雑誌があるんですけど、はい、それはまあ社会福祉学ではなくて社会政策学ですね。うん、ソーシャルポリシー。 434ページに岡田藤太郎先生ってもう死、はいはい、んじゃったと思うんですけどこれは日本で社会福祉学を、まあ、イギリスの直輸入でやろうとした人なので,、うんそ,でね、その社会福祉学っていう名前で言ってますけどイギリスでは社会福祉学って言葉はないので、ね、あのだから、まあ、社会政策だから社会学と社会政策の関係、うん、そこはでもどうですかね難しいなと思うんですね。あの 後から出てくるその TH マーシャルは自分を社会学者だと思っていたと思うんですけど、で実はしかし LSE の中ではその TH マーシャルよりも435ページの3行目に出てくるリチャード・ティットマスの方が有力だったんですね。で、ティットマスはそのソーシャルポリシーの専門家だったんですね。だからその辺の縄張り争いみたいなところがあって、<laughs> 高藤先生が描くようなその 美しい形でその分業体制ができてたわけではないんじゃないかなというその俗人的要素が大きいというかっていう感じがします。江藤 <laughs> 先生がそのドイツのそのゾチアルポリティック社会政策と比べてこういう特徴がイギリスの社会政策論にはあるというふうに言ってるのであって当時のベバリッジとかマーシャルが 明確にそのドイツ流とは違ってこうであるっていう風に考えていたかどうかはどうなんだろうな。ドイツはそのこ国家があの社会の矛盾社会問題をこう、まあ、国家って官僚のことですけど官僚がこう解決していくみたいなそういう社会政策イメージを描いたっていうのはその通りだと思うんですけどドイツのゾツヤルポリティークはずっとそうでイギリスのソーシャルポリシーはそれとは違うとかっていう対象の仕方は。 わかりやすいんだけど、そうかなって。ドイツのソーシャルポリシー、ドイツのソーシャルポリティークはそれ,それはそれとして戦後にまた変わっていくので、うん、うんっていう感じですね。まあ、だから要するに、えっと、439ページの後ろから7行目ぐらい、社会政策は一般的な経済政策の同盟軍であり、それ自体に固有な原則を持った政治的行為の特別の領域とみなされるべきではないって書いてあるんですね。これはまたこれで。 そうかなっってて思えるとここももあって、まあ、でもこの当時の文脈で言うと、要するにその福祉国家というのはケインズプラスベバリージだったわけですね。つまり単にその社会の中の,あの困っている人々その貧困、一部の貧困層だけの問題を解決するのではなくて、社会全体のメカニズムを変えていかなきゃいけないと。福祉国家ってのは別に一部の話じゃなくて、みんな,のみんなに関係がある。 えー、労働市場全体の仕組みを、えー、変えていかなきゃ市場に任せるだけではなくて福祉国家っていうのを作ることで、えー、変えていかなきゃいけないっていうそ,それはそのケインズ、えー、経済学に支えられているのでってうそういうニュアンスだと思うんですねだから社会政策っていうのは経済政策と矛盾する、えー、ごく一部の世の中の隅っこでやってることではなくて社会の中心に置かれるべき政策なんだという宣言 福祉国家は社会の中心だぞって言ってるんだと思うんですけどまあ別にそれがドイツの社会政策論とそんなに違うかなっていうのはこの辺だからちょっとコート先生が何を読んで言ってるのか分かんないんですけどちょ,ちょっとなんか僕の,の実感とは違います433ページの後ろから6行の1234とある イギリスでその社会学者にあたる人が統計学者であり行政官であり政治家であり大学教員であるとレバリッジのキャリアはこれをつ4つともこうやっているとこれこそまさに理想的社会学者だと思うんですねなんか大学の先生になって研究して学生を教えるだけが社会学者だと思うべきではなくてアカデミックな研究っていうのもするつまり客観的でデータに基づいて 文句言われないだけの,あの分析をしてメカニズムを明らかにするっていうアカデミックな社会学も必要だししかし一方ではそれをじゃあ実際にどういうふうにあの政策に役立てて実行していくかっていう官僚になる人がつまりキャリアの上で大学の先生社会学者が一時期官僚になったっていいわけですよね。 でそれで一時期政治家になったっていいわけでそれを実現していくためにまあ政治家ってプロの議員にならなくたって自分の思う政策をこうプッシュしていくために社会運動を繰り広げてもいいわけですよね、うん、っていうようにあんまりこう固定的にアカデミックな社会学は社会学でそうじゃなきゃいけないみたいなそれ以外のことをやると社会学じゃなくなるみたいなのはちょっと狭い考え方でだからウェバリッジのような生き方をむしろ 理想として考えてまあでもそんなことできる人はもうめったにいないし日本ではほとんどいないと思いますけれども <laughs> 一つのこうモデルとしてェバリッジというのを立てておくといいかなとまあだから自分ができるかどうかは別として、うん、別にそれをやっちゃいけないわけじゃないですよっていうことですね、まあ、ちょっとでも435ページの,そのイギリスの社会学は社会サービスとセットになった学問なんだみたいな これはちょっと社会学の矮小化というかですね、まあそれは福祉社会学であって、社会学全体ではないんじゃないかっていう気がしなくもない。<laughs> まあちょっと細かいことを言えば、437ページの,その大河内和夫との比較とかもちょ,ちょっとなんか違うなっていう気が、こういうその社会政策のことを書くと、多分なんか読んでるものが違うので違和感があるんだと思うんですけど、ちょっと違うなって感じがしますね。あの そ、まあ、そもそも大河内加造はイギリスの文脈とやっぱちょっと違う、まあ、あの大河内加造も、うん、あのベバリジはあの戦前からちゃんと読んでるわけですねだから大河内理論って結構ベバリジも入ってるしそれからあのスウェーデンのカッセルですねカッセルっていう学者も入ってるだからあのドイツの社会政策学だけではないんですけれども、まあ、ちょっと文脈が違って でそれが戦後にあの継承されなかったって書いてあるけどあのいや戦後も大ーチ理論っていうのはすごく影響力を持って社会政策学会的にはすごく影響力を持ってだから河藤 <laughs> 先生ちょっと勘違いしてるのはだから経済学は全部近代経済学になっちゃったと思い込んでるところがあって <laughs> そ,うそうではない440ページのあたりですね、まあ、要するにその社会を構成するショセクターの連携っていうことが大切なんだ 社社社会会会のののによるため政策なんかでもこれで社会学者が社会政策っていうのは社会の社会による社会のための政策なんだって言うとそこにじゃあもうみんな僕たちがやるんだみたいなことで社会運動とかボランティア活動が社会政策の主体なんだと思い込むとそれは間違いだと思ってそれだけではなくてだから国家とか経済市場メカニズムも それを取り込んでいかなきゃいけないのに、なんか国家とか市場とかは除いて、ちっちゃく社会だけでやりますみたいなそういうことが想定されているわけではないと思います。中継観察のためのふ踏み石ってなんか難しいんですけど、あのマートンのその中範囲の理論っていう、うん、あのマートンの本の中にまさに T.H. マーシャルが引用されてるんですね。まあマートン自身はその要するにグランドセオリー つまりパーソンズみたいな理論ではなくてっていうような、えー、ことを考えてるんだけど、うんえー、マーシャル自身はその面白いですね、星への道と砂への道っていうふうに言ってて、うん、星への道はそのスペンサーみたいな哲学者としての社会学者。で砂への道は調査研究、あのボーリーみたいなやつですね、そのなんか統計分析。その中間で何かをやらなきゃいけない。あの両方必要なんですね。なんかこれあの 哲学は社会学ではないとか統計学は社会学ではないっていうふうに言っちゃうとちょっと違うかなと思ってあの皆さんも哲学とか歴史とかあのそれ自体は社会学ではないかもしれないけどその社会学的想像力を得るためには広い文脈の中で自分の見ている対象をこう位置づけなきゃいけないのでそ,そういう視野を得るためにはあの哲学も読まなきゃいけないし歴史も読まなきゃいけないし 分析のきっかけを得るためには統計分析もしなきゃいけないしでもそ,それの一つ一つにこ凝り固まっちゃいけないんですね社会学っていうのは、うん、だからその視野を自由に取るためにこそなるべくこう自分が普通は思いつかないような遠いところのことを <laughs> あの知らなきゃいけないっていうかね広い文脈にこう広げていかなきゃいけないそういう時に、えー、歴史も哲学も統計も必要なわけです。 445ページの一番1行目ですね。プラクティカルな諸問題は、それを取り巻くセッティングとの相互作用の中で、その解決法が探り出さなければいけない。だから、なんかプラクティカル、なんか実用的な、現実的なあの問題を研究しさえすれば社会学になるのではなくて、あのだからそれを個別に、なんかちっちゃく研究すればいいのではなくて、その具体的なあの問題を文脈とのこう、 相互作用のもとにに分析するる社会学になるんだだからそこから一般性っていうかその中範囲の一般性なんですけども単にその事例だけのことじゃなくてその事例を深く研究することで他の、えー、事例も理解できるようになるっていうそういう研究として発展させていったらいいんじゃないかっていう意味だと読み取ったんですけどそれはまさに、えー、と私が考える政策社会学っていうことともぴったりきますね。 実用的なことを実用的になんかそのその場限りで研究していけばいいわけではないっていうことですね。だからかなりアカデミックな <laughs> 研究だと思うんですね。マーシャル自身がこういうプラクティカルな研究を本当にしてたのかというのはかなり疑問です。<laughs> マーシャル自身は哲学者であり歴史家だったんじゃないかというふうに思います。市民権と社会階級というのが1949年のそのケンブリッジ大学でその やった講演なんですね445ページの最後のところですかね要するに当時その LSE では社会学やってたけどもそのケンブリッジとかでは社会学っていうのは学問だと認められてなかったわけですねあのヤクザな学問だと思われててでだからその敵陣に乗り込んでいって社会学っていうのは意味がある学問なんだよっていうことをこう証明するための講演を行ったわけですがそれがその有名な「市民権と社会階級」。 これがさっき言った意味での中範囲の研究かどうかっていうのはかなり怪しいですね。18世紀、19世紀、20世紀にわたってその市民権がこういうふうに発展してきたというようなことっていうのはかなり歴史哲学的議論だと思うんですけど、でえー、と市民権と社会階級っていうのは市民権は平等の概念、ね、つまりあの市民権、シティズンシップを持ってる人はこれだけ権利があると。 でその権利がどんどんん発展してきてきいると18世紀にはその公民権というのがあって公民権というのはその言論思想の自由とか一番当時大事だったのは私有財産権私的所有権ですねつまりあの自分で稼いだお金は自分で処分できる、えー、とか自分の土地にはあの自分で工場を建てて商売してもいいとか儲けたお金はあの勝手に誰かに泥棒されないとかねそういうことがちゃんと確立してるから あの産業革命が起こったわけです、えー、つまり儲けたお金が自分のものになるって安心できるから産業革命が可能になっただからそれが公民権っていうのが18世紀に、えー、成立したで産業革命が起こって、えー、そのブルジョアジーとプロレタリアとの対立が起こってでで、まあ、そもそもブルジョアジーが金持ちになったわけですねところが19世紀の初期の段階ではまだそのイギリスは議会はありましたけども貴族の議会なんですね だから、地主、貴族しか議員になれなくて、でブルジョワジーは、あの新興ブルジョワジーは金持ちになっても、税金だけ取られるだけで意見が言えない。それはけしからんじゃないかっていうので、選挙法改正が起こって、えー、その参政権が拡大していく。つまり、税金払ってるんだから、俺たちも投票させろと、議員にならせろと。で、だんだんそれがそのプロレタリアと、税金払ってない人たち。 あんまりお金稼いでない人たちも含めてその国民みんなにこう選挙権を与えるそれは普通選挙ですねっていうふうにして19世紀を通じて参政権がだんだん拡大していったっていうのが第2番目の市民権のし市民権はだから公民権参政権社会権から成り立ってるっていうのがティー・マーシャルの議論でそれを踏まえて20世紀に社会権ができてくる社会権ができてくる理由は つまり参政権がその普通選挙で一般国民にまで広がったので、全然新聞も読めない人が投票したら、国の政治が危うくなるじゃないかと、変な政治判断をしてしまうと、あるいは革命が起こるかもしれないと、それは困るというので、ちゃんとその労働者が新聞を読めるようにする、でそのためには義務教育、教育が必要じゃないかと。 それからまあ教育だけじゃなくてお金の余裕も必要だから社会保障が必要じゃないかというふうにして社,あの社会権が確立していった。で、1949年というのはまさにそのベバリジ報告が1942年に出て、それで戦後の労働党政権の下でそのベバリジ報告に基づいたその福祉国家の制度が実際に実施され始めていた時代ですね。で、まさにそのベバリジがこの作ってきたその 福祉国家とというののが社会圏に当たるのだと、えー、だから今その、えー、市民権の発達のあの最高段階に来ているんだっていうのがその TH マースターの歴史観ですねだからだんだん平等化されてきてるんだだから市民権は平等の概念だけどちょっとこの高藤先生の要約はそうかな そう書いてあったかなって感じがして一方ではその資本主義のシステムというのはやっぱり階級システムで不平等を生み出すわけですね。金持ちはどんどん金持ちになり貧乏な人は貧乏だというのでそういうそのほっとくと格差が拡大していくわけです。だから資本主義が生み出す格差の拡大とそれから国民国家、えー、市民権が生み出す普通シティ,ティズンシップって言ったらまあその 国籍のことなわけですねだから国民国家は一人一票で普通選挙ですから平等。一方では平等の概念がどんどん発展してきてるのに、一方ではその資本主義も発展して不平等になってきてる。その平等と不平等をどうやってつなぐか。市民権はその民主主義の概念ですね、普通選挙の概念が。資本主義の不平等と民主主義、だから資本主義は経済ですね。で 資本民主主義は政治、政治は平等、経済は不平等、これをどうやって矛盾を調停するかっていうのが課題で、イ、うん、エチ・マーシャルはしかしそれはその経済的な格差を全部平等にするんじゃなくて、だから経済的平等ってのはあんまり目指してないんだと。だから社会的平等が大事だと。だから社会権の平等があれば、経済的不平等も。 まあ、耐えられるんじゃないかっていうそういうううそ理屈なんですね資本主義をやめちゃうとかいうふうなことは全然考えてなくて社会権の平等だからそれこそ社会サービスを <laughs> 利用できる平等まあだから教育とかですね医療とかそういう基本的なことが平等である必要があると貧乏だからといって病気の時にお医者さんにかかれないとか 子供が学校に行けないいとかそう,いうのはけしからんこれはそういうことになっちゃうともう社会がこう分裂してしまうあの社会的に不平等つまり生まれによって人生のチャンスがもう全然違うっていうことになってしまうというのは許容できないのであの福祉国家作んなきゃって話になるわけですけどじゃあだからといってじゃあ完全平等でもう資本主義やめちゃってあのみんな同じ収入にしましょうとか共産主義みたいなことは考えてない。 だから経済的不平等と社会的平等は両立するんだっていうのがこの本の趣旨だと私は理解してるんですが448ページの三4行目ぐらいにある「社会的階級予備的分析」っていう論文があるんですね僕これ知らなかったので高藤先生はこれを読んでかなりヒントを得てるみたいなので。 それれを読むとと感想がままた変わってくるかもししない、うん、という気はしますで、これはあの僕は知らなかったんですけど、マーシャルって、ウェーバーも読んでたんですねあの。ここに書いてあるその階級の概念は、あのマルクスではなくて、ウェーバーの階級概念なんですね。そのライフチャンス、うん、リーベンスチャンスっていうんですかね。うん、っていうのは、ウェーバーの階級概念ですね。 単にその労働者階級と資本家階級とかがあるんだじゃなくて既婚女性とか精神病者とか老齢年金受給者とか自動車運転者とか、まあ、いろんな今だったら例えば障害者とかねあそういうのも階級として考えられるつまりウェーバー的にはそれはそのライフチャンスが違う生活機会が違う人々という意味で、えー、社会的階級というふうに言えるわけですね 異なるライフチャンスを持った異なる階級があ,あるんだけどそれをその最低限のところでこう平等化していく市民権っていうものがあるだから階級と市民権というのはやっぱり対立概念でうん、うん、っていうことですね。なんかでも高藤先生の書き方だとその階級をやめて市民権にするみたいな不平等から平等へみたいなそういうことでもないんですね不平等は残るんですね。 だから階級的不平等は残るんだけどそれを耐えられるものにするというか当時あの大問題なのは普通選挙ですつまりみんな一人一票なんですでそれをほっとくとだから一人一票でみんなじゃあ革命をやろうぜみたいなことになりかねないわけだけどいやそ,そうじゃないだからそのみんな平等なんだけどそれは何についての平等かっていうとその生活条件としての市民権についての平等なんですよと。 いうふうふに限定をつけけてるわ、えー、456ページのところに書いてあります。1925年につまりあのベバリッジが LSE の学長だった時にあのマーシャルは女酒で雇ってもらったっていうかつまり歴史学出身だったのに社会学の講師に雇ってもらった、うん、<laughs> でそれから社会学の勉強を始めてで結局だからその TH マーシャルっていうのは要するにあのベバリッジがやったことを 理論化するというか歴史の中に飾り立てて位置づけると <laughs> だから自分を雇ってくれた恩人のためにこう <laughs> なんか上手い理屈を考えついたと <laughs> そういうことなわけです。ベバリージのお母さんへの手紙からちょっとあの発想を 過ぎているるところがあるかもしれなくて社会を作るっていうところ、うん、あの非常にあの僕も感動感動するっていうかまさに我が家を得たりというかんていうかなあのこういう考えでいいと思うんですけど、うん、でマーシャルがこの戦,戦後にこういうふうに書いた本ってあのいうのはかなり現実の福祉国家の中で社会行政の中でしかも LSE の現実の教育の中であのカリキュラムがあって あるいは、まあ、マーシャル自身が作ってるカリキュラムを作ってるわけですけどもそういう具体的な文脈の中で論じられてることなのであんまり別にその社会学理論っていうような話ではないないんですねまあだからそれ、うん、その中で当時の文脈の中でそのマーシャルがどういう社会像を描こうとしていたのかっていうことはその文脈を踏まえてマーシャルの言ったことをあの読み直さないと。 言えないと思うんですけど、うん,うん、うん、高等先生みたいな人が読むと、あ,のあこういうふうに読めるのかっていうのは非常に刺激にはなりますね。463ページの頭に、えー、これはスウェーデンの話だったっけ社会サービス法の話が書いてあって、まあ、だから社会生活への積極的参加、つまりエンパワーして、 で人々がその社会にこう参加するようになるってさっきの話ですけどスウェーデンの文脈だとこれみんながボランティアに参加するというような社会参加というよりは積極的にその労働力として参加しなさいって労働市場への参加かもしれなくてそういうのは高ー先生あんまり好きじゃないかもしれないんだけど。 なんかその時その時のその政策的文脈があるので、あのこれほど美しい。社会学モデルになっているかどうかはちょっと疑問があると。四 <laughs> 国学派ではその実務化要請みたいなところからは、社会学がすごく距離を取りたがって,いて差別化を図っていたっていう議論がちょうど出てきたのですね。まあ、そこと比べると、なんかあの両者の再会を目指した。アメリカと。まあ両者の距離感っていうのは、いろんな経緯はあったとせ,にせよ。2をこう。 なんていうか、こうプラクティカルであることを本質とした。そのイギリスの社会学っていう対比は非常に面白く埋めたというのが一つ目の感想でした。lse の特徴があると思うんですね。だから、まさにロンドンの真ん中で霞が関みたいなところに非常に近い。ところで、教育をして、学生はどんどん官僚になって活躍しなさい。よっていうそういう学校ですよね。あのベバリス。自身は自分もそういう風にやったし。だから、まさに大学の先生もやるし。 官僚もやるし、学者もやるし、みたいな、そういうあの往復してた人ですよね。でも、TH マーシャルはもう純粋な学者、歴史家になろうと思ったんだけど、頼まれて社会学者になった。みたいな人なので、普通の大学の先生ですね。だから、つまり、ベバリリジがやったことを歴史的に位置付けたっていうだけで、だから、TH マーシャルの授業を聞いた学生は、実務家になった人たちなんだけど。うんうんうん TH マーシャル自身の社会学がそんなにプラクティカルだったかどうかは、ちょっと疑問があるそのキャリアから考えるっていうのは、すごくあのユニークだなと思ったんですけど、よくよく考えると、そもそも社会的実務家の人たちがこんな簡単に職業移動ができるっていうこと、うん、それから、まあ、そのネットワークが存在していたっていうこと自体が非常に特徴的で、うんうん、そこの構造分析って必要だよねっていうことを思いました、うんうんまあ、それは多分階級社会だったからでしょうね。結構貴族制度が <laughs> 当時もあってエリートのネットワークっていうかねそのまさにそのベアトリス・ウェブのネットワークでベアトリス・ウェブのうちの,あの午後のティータイムに参加するかどうかでこうネットワークがか、うん、できてくるようなところがあって LSE があんなに成功したのは要するにロックフェラー財団かかららら寄付金をもらってきたからですね<ー>でそういうのもそういうネットワークによってできていてだから当時の 社会を改革していくっていうエリートに金と人脈がついてくるわけですよね。はいはい。うん。ででまあそれは悪いことじゃないんじゃないかなっていう気がしますけど、うん、うまく働けば、うん。ま悪いやつがやると悪くなるかもしれないっていう。<laughs> そういうあのチャンスを生かしてちゃんとこうあのでしかもそれを 科学的にというかあのつまり単に人脈と権力だけでやるんじゃなくてそこに学問を介在させて世論を動かしてちゃんと客観的な証拠を突きつけながら政治を動かしていくっていうそういう人たちがいたぶん、ね、三浦文雄先生のニード論も多分この辺の影響をすごく受けてると思うんですね。うん ただ、三浦理論だと結局、ニードを抱えるその個人主体が契約をすることによって個人の主体としての権利が保障されるっていう論立てになっていてあさっきのボランタリーの話だと提供する側の視点であの議論が進んでいったのが日本でこういう解釈が入ってくるとむしろサービスを受ける側に注目がいくとまう転換があったところななんかちょっと気になりましたあの面白いと思いますね。そういうい知識が 国境を越えてて伝播していく時にあの同じ言葉で論じてても文脈が変わると何か意味が変わるんですねっていうのはあると思う、うん、あとそれからそ,のそれを輸入した人がその社会の中でどういう立場の人だったかっていうことにもよって同じ言葉で論じてても何か歪小化が起こるというか <laughs> つまりもうすでに社会行政論のなんか決まりきったカリキュラムになった段階で輸入してると思うので。 ちょっとだいぶ違うあのベバリージが考えてたものとは同じ言葉を使ってたとしてもあのかなり歪償化されてるんじゃないかという気がします。あの偏見かもしれないけど、まあ、だからそ,それをあの分析してみるっというのは趣味の人が支援をされるみたいなのがなんか嫌だなって思う人もいるんみたいかあな。んかこう <laughs> お世話になることで逆に負い目を感じるみたいな。<laughs> なるほどだから それはむしろこう官僚的にあのルール通りに支援してもらった方があの気兼ねなく利用できるかもしれないしあるいはお金をもらってあの市場でサービスを購入すした方がお金払ってる消費者なんだからサービスしてもらって当然っていう感じで負い目をなく利用できる。 それがご近所の人がなんかあのサービスしてあげますよとか言ってくると、なうかとうしいというか <laughs>、そういういことは言えますね当時の,その,このソーシャルポリシーだとかソーシャルノミニシテーションとかをやってたこの,この人たちが持っている国民像みたいなものが社会の中に埋め込まれることへの安心感であったりとか社会的つながりを謳歌することへの絶対的信頼を持っているっていう部分はあるのかなっていう思いますね。 当時、そういう信頼があったというよりは、その信頼というか、そういうものをむしろ作り出していこうっていうかあ<ー>あの、だからむしろ階級社会で分裂してて、崩壊しかかってる社会をいかにこう団結していくかっていうか、それはでも戦争があったからっていうこともあるんです、2回の世界大戦があって、このまま分裂したままだとやばいよね、イギリスはっていうことで、国づくりというかな。 社会づくくりをしていくっていうそうそういいっうううそ熱情でですよねそのベバリージのことで言えばね日本でもそうですけど、まあ、戦争っていうのはなんかみんなを真面目にする部分があるわけですね。なんかあの世の中に貢献しなきゃいけないんじゃないかっていう気分にさせるっていうかアメリカでもそうだったと思うんですけどだからそういう戦争の時に若い時代を送った人っていうのは真面目さが残るっていうか戦後になっても真面目に。 あの例えばあの選挙の時にちゃんと投票率がその世代は高いとか、うん、あのそういう影響が残るんですねあそれはあのパトナムがあのアメリカの「ボーリング・アローンあの孤独なボーリング」に書いてますけど、うん、あの長期市民世代っていうことを言っていてあそれはベバリッジの世代ではないんだけどベバリッジに影響を受けた世代の話ですけど。 えー、だからなんか今の感覚となんか違うなと <laughs> かフリーライドでなんか利用できるところは利用してなんかあんまり構ってほしくないみたいなそ,そういうイメージとはちょっと違う時代の文脈だなっていう気はしますね。でも逆に言うとだから今,そそあの今の日本の文脈であのそのように感じるのはその通りなんだけどじゃあそこから22世紀に向けてどういう社会を作っていけばいいのかなっていう。 ことを考える必要がありますね、うん、今の社会が標準であの昔は間違っていたとかではなくて、うん、今の社会も間違ってるかもしれなくて <laughs>、うん、そこからどういうふうに新しい社会を作っていったらいいんだろうかってヒントとしてあのベバリジも読めばいいのでかベバリジの言ったことが全部正しいわけではなくて我々の社会をむしろ相対化するというか、うん、あるいはその今後の新しい社会を作る一つのヒントとしては。 有効かと思います、ね、でただまあだからこの何回も言うんですけどあの高藤先生が書くとなんかこれが全部ベバリッジのアイディアのように読めてしまうんだけどそうではなくて当時実際にやっていたことの説明の部分もあるのでっていうことですね。